皆さんこんにちは。八尾福音教会あけぼのチャペルの伊藤勝利です。今日は8月3日日曜日です。そして今日の聖書の箇所はマルコの福音書11章20節から33節まで、昨日の箇所にありましたあのイチジクの木が枯れているのを見てペテロがイエス様にそれを告げると、イエス様がそれに対してお答えになります。このイエス様の言葉から今日はご一緒に教えられてまいりましょう。マルコの福音書11章20節から33節。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい。あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また、立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父も、あなた方の罪を許してくださいます。彼らはまた、エルサレムに来た。イエスが、宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちが、イエスのところにやってきた。そして、イエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか、答えなさい。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。だからといって人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは、人々が皆、ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らは、イエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまいと言われた。今日は、昨日のイエス様が呪われたあのイチジクの木、それを次の日もう一度見ると枯れていたということをペテロがイエス様に報告します。するとイエス様はこうおっしゃいました。22節、イエスは答えて言われた。神を信じなさい。
そしてその後に、続いて山に向かって動いて海に入れと言うならばそうなりますとおっしゃったのです。ここで神を信じなさいと言われたイエス様の言葉に目を留めましょう。神を信じるとは一体どういうことですか。クリスチャンの皆さんにとっては何を当たり前のことを聞いているんだとおっしゃるかもしれません。でも一番基本的な、そして大切な言葉ゆえに、私たちはついこれを誤解してしまうこともあり得るということを知っておかなければなりません。例えば、神を信じるというのは、神が願い事は何でも叶えてくれると信じることか。決してそうではありませんよね。神を信じるとは一体どういうことなのかということを今日ご一緒にもう一度見てみたいとそう思います。この信じるという言葉は、言い換えるならば信頼するという言葉の意味なのです。つまり信じるというのは、自分勝手にそうだと思い込むとは意味が全然違いますね。信じるとは信頼することです。ですから祈りが答えられるというふうに、言いますけど、この祈りが答えられるというのはどういうことかと言いますと、願い通りに叶うということが祈りが答えられたという意味ではないということをもう一度確認したいのです。神様が私たちに答えられるのは、私たちが願った通りにしてくれることだけではありませんよね。もしそうであるならば、まるで神様は私たちのしもべのようではありませんか。私たちの願いを精一杯叶えたい、答えたいと願っていてくださることには間違いありません。でも私たちは本来自分にとってマイナスであることをも願ってしまう愚かなところがあるというか、いや、もともと愚かそのものと言えるかもしれませんが、それが私たちなんです。神様はまさに幼い子供がしてほしいということに何でも応える甘やかす親のようなお方では絶対にありませんよね。ですから神様のお答えとは、私たちの願い事に全て応えてくださるというのでは決してありません。だったら神様に対する信仰、つまり信じるとは一体何なのでしょうか。この視点からもう一度見てみましょう。ここでイエス様は、神を信じなさいと言って山が海に移れと言えばそうなるのだと続けられたのですね。ですからつい誤解しちゃうんです。つまり神を信じなさいというのは、もっと強く信じて疑わず願うなら何でも叶うとおっしゃったのだという勘違いです。でもそうではありません。イエス様はそう言いたかったのではありません。つまりここでイエス様が言われた神を信じなさいとは、そういう信じ方とは違うのですね。では一体何なんでしょう。神を信じなさいとは、神を信頼しなさいと言っておられるのです。よく考えてみてください。ある人は言うでしょう、何が違うんだと。しかしはっきり申し上げます、全然違います。神様を信じるということは、自らの願いを必ず叶えてくれると信じる、これは極端なことを言いますと自分中心なんです。私の願い事が中心であって、そのために神様が答えることができるんだと信じる、これは非常に時に身勝手な信仰とさえなり得るのです。でも神様を信頼するとはどういう意味でしょうか。それは時に私の願い通りにしてくださらなくてもです。それでも神様は私にとって最善をしてくださるんだと信じることです。これが信頼です。ですから神様が願っておられるのは、私の願い事を叶えるということ以上に私の幸せを願っておられるのです。このことをどうぞ知ってください。そしてイエス様の関心は、山が海に入るというすごい奇跡ですね。でもこんなすごい奇跡以上に神様が一番関心を持っておられるのは、あなた自身です。あなたがすごい奇跡を
行うことができるほどの信仰を持った、だから素晴らしいと神様は喜ばれますか？違います。神様は山も海に移すことができるとおっしゃったのです。ジーズ、皆さん、ある信仰者が祈って山が海に入ったという話を聞いたことがありますか？確かにそれに類似した話は私も聞いたことがあります。ある方が熱心に祈ったならば、山が造成で、まあ、つまりブルドーザーとシャベルカーによって崩されて、それが海の埋め立てに使われた、まあ、確かに山が海に移ったといえばそうかもしれませんけれども、でもそんな意味でしょうか？違いますね。願ったからといって山が海に移って、実際一体だから何なんでしょうか？つまりこれは不可能ということ、そう思えることでも神様はできるとおっしゃっているのであって、私たちがそれぐらいの強い信仰を持つことが素晴らしいということを推奨しているのではありません。神様はそこまでできるんだ、なぜ私たちを愛し私たちを大切に思っておられるから、このお方にあなたは信頼しなさいと呼びかけておられるのです。この意味をどうぞ取り違えないでください。山をも動かす信仰というのは、何か非常に疑わない強い意志の強い信仰のように取り違えられてきたことがあったじゃないでしょうか。神様のお心をもう一度しっかりと受け止めたいものですね。そしてあなたがもしイエス様を信じて信頼してお任せするならば、神様は何だってしてくださいますよ。だって命まで喜んで捨ててくださったのですから。だから神様を信じましょう。神様を信頼しましょう。お任せしましょう。言った通りにしてくださらなかったとしても、神様は変わらず最高のお方です。愛なるお方です。そしてあなたを何よりも大切に思っていてくださるお方です。このお方に信頼していこうではありませんか。神様を信じましょうという時には、つい意志の力で疑わずに必ずそうなるんだと思うことを信仰と思ってしまうところがないではないでしょうか。もう一度心を神様の光の下で照らしていただきましょう。そして思い通りになることではなくて、神様が私をどんなに大切にしてくださっていて、そして私に最善をしてくださるかということに信頼する、この大切さを心にしっかりと受け止めたいものですね。一言お祈りいたします。天の神様、祈れば必ず聞いてくださる、それは願い通りに叶えてくださると勘違いして今まで祈ってきました。祈りの長さが足らない、熱心さが足らないなんて思ったりしてきました。しかし神様、あなたは私がその願いを口にする前にもうすでにご存知で、それに応えてくださると聖書はあるではありませんか。神様、あなたを信じるの意味をちょっと誤解しておったところを許してください。あなたを信頼します。あなたは最善にしてくださるお方ですから、どうぞこの信仰にあって歩ませてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。神様の祝福がありますように。We'll be right back.